皆さん、こんにちは。今日は元旦の、宇野塾通信をお送りしています。今日はですね、全てが変わる年、コロナは転換点として記憶される理由ということで、コロナによって世界が変わるという話ですね。で、早速中に入っていきます。これ2回に分けて話します。ハーディングは第一次世界大戦の余波の中で大統領選キャンペーンで彼は国の状態への復帰を約束した このことはアメリカ人に第一次世界大戦とスペイン風邪の恐怖を忘れさせ、黄金時代に戻ることをアピールした。けれどもハーディングの状態を受け入れる代わりに、競争の20年代は前向きでリスクをいとわない、社会、産業、芸術の新規のことを大騒ぎすることとなった。戦争はジャズエイジの抑制を解放した何かをもたらした。スペイン風邪もそうだった。戦死者よりも6倍の人を殺し、生き残った人たちに1920年代をスピードを持って生きていく意欲をもたらした この精神は2020年代にも当てはまる。コロナの苦痛の絶大なスケール、コロナによってあぶり出された不公平と危険、そして革新の予兆は全てが変わる年であるということを示している。このコロナは1世紀に一度しか起こらない出来事だ。コロナは7000万人が感染したというが、自覚症状のない5億人以上が感染している。160万人が亡くなっているということだが、数十万人が記録されていない。数百万人がコロナの後遺症で消耗している。世界経済は通常時に比べて7%落ち込み、第二次大戦以来の最大の落ち込みだ。こうした苦痛を経験してきたので、生命は大事にしまっておくものではなく、生き生きとするべきだという感覚が生まれてきた。変化を期待するというが、少なくとも変化を望むもう一つの理由は、コロナは警告の役割を果たしてきたことだ。毎年食用と毛皮のために800億の動物が殺害されているが、10年ごとに致命的な人間の病原体へと進化するウイルスやバクテリアのペトリザルと一緒だ。今年はその年貢の納め時が来て、その被害は天文学的になった。IT の影響はコロナに似ているが、ゆっくり進展しているが、コロナは急激な速さで危機をもたらした。コロナのように気象変動もポピュリストの政治家が拒否しても、それを受容することはなく、無視し続ければ将来に禍根を残すことになるだろう。ここで言っているのはトランプのことを言ってますね。変化を期待する3番目の理由は、コロナが不公平を浮き彫りにしたことだ。子供たちの授業が遅れていて、その多くがお腹を空かしている。学校を離れた人とか卒業生には再び将来の見通しが暗い。人々は孤独と家庭内暴力に悩まされている。季節労働者が失業しているか、村に戻っていてコロナを持ち帰っている。苦痛は人種によって異なっている。40歳のヒスパニックは白人よりもコロナの死亡率が12倍多い。サンパウロでは20歳以下の黒人は白人よりも2倍の死亡率だ。世界はコロナに順応してきたが、不正な行為が悪化している。10万ドル以上もらっているアメリカ人の 60% は在宅で仕事ができるが、4万ドル以下の人はそうではない。失業率が今年は急上昇したが、世界の株価は 11% も上がっている。最悪の場合、コロナによって2億人が極貧になってしまう。彼らの苦悩は独裁者主義者によって悪化しているが、ウイルスを利用して彼らの権力を強めようとしているからだ。ということですね。まあ、コロナによってこういうふうなことが起こってきてるということですね。まあ、以上です。